る？このスプレーなんだろう。いい匂いがする。この匂い？ユウミ？何やってるの？このスプレーさっき拾ったの。すっごくいい匂いだよね。もったいないことしちゃダメ！このミストは幻の美容アイテム、ツヤツヤミスト。どんな傷んだ髪も立ちどころに修復し、ツヤツヤのサラッサラに。肌につければどんな敏感肌も肌荒れ知らず。クマクスにシミそばかす根こそぎ直して、赤ちゃん肌にしてくれる奇跡の一品なの。よくわかんないけど、すごいんだ。すごく、すごいのよ。だから絶対無駄遣いしちゃダメ。さあ、そのアイテムを私に渡しなさい。そんなにすごいならみんなで使おうよ。あなた、いくつ？早すぎるわ。10代の肌なんて何もしなくたって一晩寝たらツルッツルじゃない？お肌の曲がり角を曲がった人間はね、こういうアイテムに頼るしか後がないの。いい子だから。さあ、それを私に。ごめんなさい。ちょっと待った！さっきから聞いてりゃ、ユーミを怯えさせてどうすんだよ。違うの！これは、みんなで獲得したアイテムなんだから、みんなで使えばいいだろう。そんなにカリカリしなくたって、どうせまた手に入るって。そう、ね。私、ちょっと焦っちゃって。ごめんなさい、ユーミ。私は全然平気だよ。だけど館長さん、お肌ツルツルだし、髪もツヤツヤだし、全然気にすることはないと思うんだけど。お世辞なんて。本当だよ。うちのお店、踊り子のお姉さんたちがたくさん巡業に来るんだけど、館長さんの方がずっとずっと綺麗だもん。本当に？本当だよ。ユーには嘘つかないんだから。やだわ、ユーにったら面と向かって。まあ事実かもしれないけど、だけどスキンケアは若いうちからした方が効果的なのよ。ほら、あなたもこのミストを使って。ダメだよ。大事なアイテムなんでしょ。いいのよ、どうせ消耗品、また見つければいいんだから。嬉しいな。意外なとこで意外な二人が仲良くなった。